アベリさん、ボタン押して、ボタン押して、絶対押して、絶対押して、絶対押して、押さなかったら水砲。インポスター、こねえ。なんと、チャンネル登録13万人ということで、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ブローオレンジ。13か。やばいっすね。15万行きたいね、ここまで行くとね。じゃ、聞いてね。素数でね、ちょうど縁起がいいですね。たまんねえ。阿部ちゃんさ、なんか最近、はい、固定ボタンを押してさ、誰も下いないことに快感を覚えてるの。快感ですね。癖になっちゃった。癖になっちゃった。もう変な癖ついちゃった。その癖抜けないよ、もう。どうしよう。その癖、もう違うの無理になっちゃう。大丈夫。いやー、やばい。後半ボタンを、後半ボタンを、ボタンが押せなくて叫ぶアベレージさんが見れる。あ、ボタンがない。ボタン。とりあえず、インポスターの人頑張って、安倍さんを含む3人パンビンにしてください、とりあえず。やめてー。あ、そういう意味では、僕今日1回も殺されてないし、死体も発見してないんですよね。ただただ船を修理してます。これからボタンを押す係の人。はい、ボタンを押す係です。最初にボタンを押して、あとはひたすらタスクをやってます。アベレージさん、多分だけど、アルトとサントスさん、はい、アベレージさんに入れてるからね、これ。え、なぜ？え、インポスター。え、ちなみに理由は何ですか？アルトさん？アルトさん？何？正解。え、なんで？ちょ、理由を教えてください。あ、2本。おかしいおかしい。この2人がインポスターです。皆さん、次釣りましょう。次釣りましょう。皆さん。いや、皆さん。アベレージさん、アベレージさんボタンお願いします。アベレージさんボタン。アベレージさんボタン押して、ボタン押して、絶対押して、絶対押して、絶対押して、押さなかったら水砲。で、カフェテレ右だけだから、こっちにするか。白木。ボボ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 ン。よし。はい、LGです。センターさん死んでな。何笑っとんねん。まあ、直前の動き言うと、初手アドミンで、あ、センターさん、ストレージで死んでました。初手は、ストレージの下のダウンロードの、あ、ダウンロードじゃない、ゴミ捨ての場所のすぐ近くです。で、アドミンの、カードスラッシュのタスクやってるときに、ゲンさんがダウンロード、うちアップロードの場所にいて、その後、まあ、人が多いんで、ストレージ側から行くかって思って、ストレージの下行ったら、まあ、センターさんの死体と、そこから走り去る白い方を見ました。白い方、ゲンさんだけですよ。ゲンさんと、ゲンさん元気ですっていうの見たんですか？いや、死体からまっすぐ斜め左上に離れていくゲンさんを見たので、まあ、右下行ってないです。いや、じゃあそもそも食い違ってるじゃないですか。とりあえず位置行ってきます、みんな。うん、とりあえず位置行きましょう。カンポスはエレクトリカルで最後見合ってます。あ、まあ、僕お願いします。カンポスはカフェテリアでくるくるずっと待っていて、めっちゃ、ずっと待てました。めっちゃ面白い。働く気一切ねえと思って。はい、待てました。アルトさん、タケオさんとウェポンに行って、アルトさん、タケオさんはそのまま下行ったかな。タケオさんは上戻ってきたけど。てか、ゲンが仮にキルしたとしたら、どういうルートになるんですか？ゲンだって給油しか行ってないですよ。いや、アドミンでダウンロードしてるふりしてキルクール、アップロードしてるふりしてキルクール待って、ストレージ行って殺して、そのまま左逃げ去ったっていうふうに見えます。その前に、サントスさん、ゲンさん確認できてます？できてない。サントスさんの最終位置どこですか？ストレージの上？最終位置？エレクトリカルで見合って2秒後くらいに呼ばれてるじゃないですか、ピカさんと。ああ、ごめん、聞きたかったのが、ゲンさんが給油って言ってたから、サントスさんギリ見える位置まで行ってないかなっていう期待でした。エレジー目線だと、ゲンさんの位置は、給油のもっと右下です。だから、エレクトリカル側のロカからは見えない。アルトさんは？アルトさんは？私、かばえる人いないですね。アルトさんは、タケオさんと O2 です。タケオさんと O2。セルフする必要もないから、もう。ゲンさん、当たり前のことは、絶対無理なんで。私目線はもうほぼほぼ
LG さん確定ですね。LG ゲームじゃないですか。触れたらボタン押します。ああ、LG さんまで。ボタン押します。LG壁が大事です。さすがに。さすがに大事だ。スキップ入れるべきだった。すいません。よ。画面出しといたい。13万人スパチャ、ありがとうございます。ぜひね、13万人記念で高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。本当に13万人チャンネル登録いったなと思う方は、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。レジ無線ではもうほぼほぼ釣れてるので、原産になすりつけるのは無茶だよ。これ釣る進行はな、まあちょっとさすがにあれだけで原産処刑っていうのは、まあ比較、そう、原産入れた方って誰ですかね。あ、レジ入れました。マジそういう見解なの。サントスも入れた。サントス。入れてない。あとスキップです。なので、多分あれ1位多分LG さんに入ってるのが源さんかと。無茶だよ。LG さんがセルフでなすりつけるのは。源さんでしたよね。スキップさんで。しかも見えてないはずの源さんを。一人で黒川が多分入れてない。ですよね。多分4対1であったりとか。スキップ。まあ、それするんだったら好きじゃないですか。まあ、でも、食い違ってるじゃないですか。そう、まあ、LG 無線に僕が釣られても、7人1ローバン目になるので、まあ、まあ、だいぶ有利な感じだと思うので、釣らなくてもいいと思うけどな。その上で一応確認、他の可能性がなかったかどうか。言い違い方がおかしいんだよな、そもそも。アルトさんと竹尾さんが証明できている、アベレージ系は大丈夫。クロムさんもウェポンなんで。クロムさんまでは証明できるんですけど、アルトさん、ちょっと O2 見えてなかったんで、いや、アルトさんは絶対取らせて、アルトさんは絶対大丈夫です。竹尾さんは、落ち葉を掃除してました。はい。竹尾さんから見えてなかったってことでいいけど、まあまあ、ローラでもいいですけどね。なんか、クロム的には、アルトさんと竹尾さん、ぴったりくっついて下に行ってたようには見えてますね。一応 O2 には2人で入ってまして、で竹尾さんがまだ O2 いたので、自分は最終位置はナビゲーションの前です。はい。アベレージ系はカフェテリアで一緒にいるので、はい。ピカクロス・サントスがエレクトリカルですれ違い後すぐにリポート。なので、絞り込んだら多分、全員白照明が取れてるから、やっぱりゲンエレジーの組み合わせのキルだと思いますね。僕がゲンさんに押し付けたか、ゲンさんが殺してるのか、僕が見たかは2択だと思うので、全然ローラーで一応釣れるので大丈夫だと思います。まあ、ほぼほぼゲンさんだと思うんですけど、余裕があるからね、さすがに、ね、残しておくわけにもいかないので。大丈夫です、そこは。はい、と無理ですね、さすがに。はい。あと頑張ってください。はい、ゲンさんまたね。ありがとうございます。いってらっしゃい。また会いましょう。待ってますよ。話すか、怖めめな、なんか好きだ。今のを原産視点を拾うのであれば、原産ってさ、だってエレジーさんのことが見えてないわけでしょ。でエレジーさんはインポスター視界で原産のことを見てて、だって給油のところで助けやってて、原産になすりつ速キルの速レポートになすりつけてるわけでしょ。無茶でしょ、そんなの。だって原産を他視点で見てる人がいたら罪なんだから。原産が真横にいてとかだったら別だけど、で LG さんは現場から立ち去る原産を見てるわけだから、無茶が過ぎますよね、あまりにも。だからまあ釣らなくていいと思うけど、まあまあ釣る余裕があるから釣るっていうのも全然いいと思います。1キルで9人で残り7人になるから、1人で勝つの厳しいかなって感じで。超レア系を追うんだったらまあ、でもいいし、まあ、余裕あるかなっていう感じだもん。まあ、食い違ってるからローラーするじゃなくて、食い違い方があんまりにもおかしいからね。例えば、ね、目の前でやったっていうのをお互い主張してる食い違いとかあったらね。そうじゃないかな。はい。ピカクロスです。黒川クロムさんがコミュニケーションのダウンロードで発見しました。
1% ぐらいまあ入れるから。で、私ストレージからシールド入ってナビゲーションのタスクを終わらした後に逆張りも、ね、コミュニケーションの前に戻るルートで戻ったら死体を発見って感じなんですよ。その間に停電が起きてるので停電最中に壊されてると思います。アベレージカメラ見てて、ピカクロスさんが上から下に降りてくの見ました。僕アドミンにいたので多分カメラついてるとこだったので見てると思います。アドミンで確認しててシールド1コミュニケーション1は見てました。ただシールドが消えたので多分それがピカさんのってことだと思う。停電中じゃないと思う。同じく停電一瞬だったし、あの、ね、停電僕直しました。そう、武雄さん最速で直したら見てます。停電の直前にK さん僕がエレクトリカルの前で閉められてるの見ましたよね。見た。あの後クロムさんがロアから走ってきてストレージに抜けてったんですよ。で僕がその後あの相手入って中でタスクを始めたら停電して、多分ピカさんのタイミングが問題かな。ストレージから行ってシールドに行って戻ってきた時に発見したってことでしょ。そのタイミングが多分ナビゲーションまで行ってる。ストレージからシールドのタスクをやってナビゲーションに行ってナビゲーションのタスクを終わらした後に、シールド通ってコミュニケーションに戻ってるってると。それだったら僕カメラの情報と合ってますね。うん、で停電が起きた時は確か私上に上がってる時だったと思うから、シールドからコミュニケーションシールドからナビゲーションに走ってるところだったと思う。シールドタスクやってました。結構シールドまあまあ光ってたと思うんですけど。シールドタスクやった。シールドタスクやってナビゲーションに行ってる。ああじゃあ一応動きとしては合ってます。ただナビゲーションがどうかわかんない。Kさんとピカクロスくんじゃないですか。まあ容疑者としては。まあ、違うんですね、認識が。うん、ピカさんのセリフだと結構思ってるけど、他の人の動きも知りたいな。ラスマイロラ。アベカメラです、ずっと。うん、アベレイさん無理です。で、アベレイさんが多分僕の動き証明してくれてるはずだから、僕は無理なのか。いや、ごめんなさい、把握しなかったです。マジか、見ててよ。お疲れ様でーす。あ、ゲンさん、もしもさっきの、会見先にちょっと。聞こえてます。ちょっときつかったらごめんなさいって言おうと思ったけど、まあまあ、また後に、はい、失礼します。全体に向けても、そうですね、大丈夫でしたかね。まあ、大丈夫だったよ。なんか対立してみてか、あ、絶対この人やったって思った瞬間に、どうしてもなんかもしくはその相手を押し付けるとかそういう時に強くなりがち。よかった、押せた。ありがとうございます。はい、直しに行きました。でピカさんと K の動き分かった。アベレージさん見ていた。で他のアルトさんがエレクトリカルに入ってて、そこで1個は分かんない。アルトさんその後ロアエンジン行って、うん、それを竹尾も一緒に行ってるんで、うん、でサントスが残ってるのを多分竹尾さんが見てくれてる。見てます。サントスさんはどこに残った？エレクトリカルに残ってる。で K さんが K さんがストレージ側に抜けていくのを僕は視認してるので、うん、まあ、あと K さんと、あ、オッケー。そしたら私目線、皆さんがそれでお互いに大丈夫だってことを言い切れるのであれば、私は K さん一本、容疑者で多分いけるので、いや、サンタスさんがエレクトリカルに行って一人で最後残ったんだったら可能っていう視点は出てこないですか？僕結構ピカクロスさんのセリフを持るので、ピカクロスさんおかしいです。そうであればアドミン情報でわからない、ストレージ光らない、そこまで見てるんちゃいます？いや、ストレージに光っていないけど、なんでピカさんはだってそれを見ていないはずじゃないですかっていうので、じゃなくてアドミン情報としてストレージのところに K さんが光るのであればサントスさんっていうのは容疑者に上がるはずなんだけど、 K さんからストレージで1上がるっていう情報がないんだったらそれは否定されるんちゃいますって話をしてる。だから僕は上がんないけど、ピカさん目線なんでサントスさんの線消えるのっていう話をしたんだけど、それはこの段階においてもインポスターが1人しかいないはずだから、 K さんがクルーメイトだったら嘘をつくはずがないから、 K さんがクルーメイトだった場合はK さんが出す情報は真実ってことになるので、そうなってくるとサントスさんが通ってないんだったら違うでしょって話。ちょっと待って、まあいいじゃないですか。今日はもう殺していきましょうよ。殺しましょうよ。いや別に怒ってないんだけど なんでそんなに食いかかるん K さんって思って。いやだってナビゲーション行って戻ってきてったんでしょ。これスプリットサーさんのケアします？どうします？するなら僕入れません。オッケー、了解です。オッケー、了解です。じゃあまあ、おのおの、なるほどね、はい、入れないか。あれ素晴らしい。おたさん入れないでください。まあ、ローラー、私が落ちてもローラーしてくれればいいっすよってことだけ言っときます。はい。あ、僕の方が疲れるの。マジでファッションですね。ゲサに勝ったぞ、私は。
じゃあ、勝った。じゃあ、トイレットペーパーのクズになります。クズ。素晴らしい。すげえ。全票計算に入るんだ。すいません、最後ちょっと失礼しました。あの、なんか熱くなっちゃいました。いやいやいや、でも、いいパーソンでした。すごい。すごい。でも、その説得聞いて、全票入ってたから。いや、入りました、入りました。多分、計算がサントスさんまで広げようとしてたから。そうだね。確かに、確かに、うん。そう。第三者、じゃなくやったら、そこローラで負けちゃいますもんね、広げないと。広げざるを得ないんですよ、そうですよね。そうそうそう。いや、ピカさん、さすがやなと思った。そういやだから計算目線だったらサントスさんの容疑って否定できるはずなのにそれを引っ張ってきて私に塗ってくるのをあれ何目線って感じになっちゃって、うん、やっぱりピカさん殺さなダメだな、よかったすごいなんか本当に見つかりやすい場所で殺したつもり多分私も計算もないんですけどなんかどっちもめちゃめちゃ早くて、うん、ねえすぐ見つかっちゃった厳しいっすね、普通にタスクシニッカーの気まぐりだったんで申し訳ないけどあーちょっと気持ちかったら申し訳ないですゲンさんいい いい発見でしたね、うん偶然です。これ私あとスプリットの1回ありますね、ケアもちゃんとして、確かに時間的にいけるんじゃない、泣きの1回いいですか、私別に寝れない、いいですね、いやぜひぜひこのままじゃ寝れない、すいません、いやいやもう孤独孤独だったいやでもすごいですよね、あの段階ですぐゲンさん釣ったあの、うん、ルミットがすごいっすよ。今日ってインポスター勝ってましたっけ？勝ってない。勝ってない。ゼロっすね。ゼロっすね。そしてアベレージは死体も発見してないし死んでもいません。これでこいつは誰か。いやでもボタン押してくれてるじゃないですかアベレージさんは。いやいやいや、それほどでも。これも地味に聞いてます。私あのお弁当の中で立ち止まってピカさんだったから殺そうとしてるタイミングだったんで。あ、人を生かしたこと。そうですね。壊れた方もいますから。アベレージさんカフェテリアでくるくる回ってるからさ殺しづらってなカフェテリアのテーブルの周りで回るの最強な気がする、あやろうまた、じゃあインポスターになったらそこで殺しますんでしれっと混ざる人3人ぐらいよろしくお願いします、普通にタスク全然進まないですけど、ね、そんなことしてたらしかもボタン押し終わった人がそれやってるだってセンターさんが押さないと殺すって言ったから僕あとでも実際押さなかったじゃんだから押せないんですよ竹尾さん、カフェテリアの扉閉まったタイミング、カフェテリアのところの弁当の上に突っ立つの面白いんでやめてもらっていいですか？いや、あれ、日課。